こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。護衛艦伊豆、物回収が2020年始まる。F-35B ストブル機を艦載可能にするための改修がなされる。参考となるのが、今佐世保基地に配属されているアメリカ強襲揚陸艦などだが、その前のワスプ級強襲揚陸艦もまた、海上自衛隊幹部も視察に行っている。F-35B ステルス戦闘機が納品されるのは、2024年頃で、それも自衛隊にはストーブル機は当然ない状態が続く。ここで護衛艦出雲が改修完了となるのが2021年頃で、その後どんな任務を行うのか。答えは米軍所有の F-35B ステルス戦闘機を艦載、訓練を行う予定となっている。いきなり実戦よりも、少しでも要領を理解している米軍と経験を積み上げていく方が、初動は早いように感じる。すでに、英軍と米軍は行っている、空母クイーン・エリザベスでの運用が、このやり方となっている。海上自衛隊に配属か、航空自衛隊に配属かはまだ分かっていない。なかなか難しい位置にいる F-35B ストーブル機だ。ワスプ級強襲揚陸艦を参考にしていたが、今現在展開しているアメリカ強襲揚陸艦の方が、護衛艦出雲に近いように感じるウェルドックがないから、その分は近いだろう。大きさがちょっと違ってくるのは仕方ない。ストーブル空母と名付け運用が始まる。初速の速さは大事だろうし、常時艦載ではないので、護衛艦出雲が先に展開していても、後で着任することも可能だ。使い方は無限となってきた。それとは別に火薬庫の増大も必要。どれくらい護衛艦出雲に艦載できるのか、興味が湧いてきた。ここに注目して話していく。それでは本編スタートです。日本は F-35B ステルス戦闘機を追加注文しているそうです。総計105機にも上ると言いますが、この方針に関しては、いい決断と感じています。何と言っても、今の戦闘機は耐用年数ギリギリです。確かに F-4 ファントムはかっこいいし、ファンも多いのですが、実際、問題、いざ戦闘となると、もはや実戦対応は限界と思われます。F-4 ファントムの内部は、計器類がぎっしりと詰まっているので、それよりは、スマートな設計の F-35 の方が快適ですし、パイロットも操縦しやすいでしょう。新型なので、様々なことを覚えなければならないとは思いますが、パソコン操作に例えると、あらゆることを操作しなくてはならない状況ということですね。F-4 だけではなく、F-15 戦闘機や F-2 戦闘機も、間もなく限界を迎えようとしているのは、明らかです。双発ジェットエンジンの F-15 戦闘機でさえ、時代遅れとなるのです。アップデートできるのは、せいぜい100機程度と推測されます。今ある F-35B ステルス戦闘機は40機ほどです。追加注文の数を考えると、なぜこんなに必要なのか疑問に感じることもあります。
護衛艦いずもに F-35B を搭載することは分かっていますが、隙間なくぎっしりと詰め込めば最大14機は搭載できるようですが、こんな状態では任務の時にスムーズな体制が取れないだけでなく、順番に甲板に移動するのも難しくなってくるでしょう。となると搭載する数はせいぜい9から10機ぐらいがいいところと思われます。言うまでもなく、出雲の役割はこれだけではありません。他にも大切な任務があるのです。護衛艦加賀に関しても同様です。結局2つの護衛艦合わせて20機ほど搭載可能ということですが、正直この数が搭載できれば十分だと考えられます。通例では、もし空母を所有するのであれば搭載機の倍の数の艦載機が必要になるそうです。というのが国防に関しては常識の範囲とされます。 F-35B ステルス戦闘機を見たいのは山々ですが、まだまだ先の話のようですね。と言っても F-35B ステルス戦闘機は国土の割に広大な海を持つ日本にはどうしても必要な機体です。島もたくさんありますし、一朝有事の際にはスムーズな作戦が役立つことは自明の理です。何といっても短距離離着陸機は空母だけに着艦するのではなく、離島にもスムーズに離着陸できるのです。近隣諸国、特に中国には空母遼寧があります。この遼寧ですが、旧ソビエト製で購入した時点ではカジノとして使用していました。今は粗悪品を売りつけられたと言っているようですが、正直どうしてそんなものを購入したのだろうと不思議に思いますが、実は旧ソビエトで未完成だった艦をウクライナから強引に購入したとも言われ、そもそも空母としてもかなり古いものですから、まだまだ実戦使用はできないと推測されます。戦闘機の問題も無視できません。遼寧に搭載される機体のほとんどがミサイルを乗せて離陸することができないのです。さすがに現状は改善しているでしょう。一方、西側ですが、空母建造にはあと30年はかかると考えられます。凄まじい速さで建造を進めている中国の空母を防衛できると考えられるのが F-35B ステルス戦闘機です。以前の F-35B ステルス戦闘機よりも高性能になり、バグもなくなっています。そして以前よりスピーディーに機体が製造できるようにもなりました。まだまだ欠陥があるとは言われますが、それでも信頼性は上がっています。出雲に話を戻しますと、大切なのか、どれくらいの数を乗せることができるかですが、F-35B ステルス戦闘機は改良も考えるともっと多くの数を乗せることができそうですが、 F-35B や F-35C とはまた違ってきます。この2つを組み合わせた機体が完成すれば、もっと数を増やして18機ほどをぎゅうぎゅう詰めで出雲に乗せることができそうです。しかし
この数字はあくまでもどれくらい搭載可能かの話で、実際の任務を考えれば理想は9機と思われます。まあ、実際にはこれくらいでしょうね。護衛艦の運用は緊急海上補給艦であり、燃料や武器の補充、パイロットなどの交代任務も負っています。護衛艦に隙間なくぎっしり詰め込んでしまって、スムーズに任務ができないのでは本末転倒で無意味ですよね。